はい、どうも皆さん、トライアングルです。皆さん、アカベロスやっておりますでしょうか。まあ本当はね、ちょっと、明日投稿しようと思ったんですけど、まあちょっとアカベロスまだそういえば忘れてたよとか、まだゲットしないよっていう、方のためって言ったらあれなんですけど、方に向けた動画でございます。アカベロス忘れないでください。あれなので、黒、青、赤全部揃えないとケルベロス降臨できないので、最後のね、アカベロスだけできないっていうのだけは避けた方がいいと思うのでね。で、あと、まあ僕がね、現在、アカベロスチャレンジ、まあこんな感じで、もうほとんど、ゲットというかね、一つ以外やりました。はい。まあアカベロスチャレンジ全てクリアするが、まあまだ7分の1なんですけど、まあここで、5個ですね。で、6になって、最後、青鬼から隠れる。まあこちらがね、意外とこれがめんどくさいので、皆さん今のうちにちょっとやっておいた方がいいと思います。なんか最初簡単だと思ったんですけど、これ見た時にね、そのローラースケートなんてすぐゲットできるので、意外とこの青鬼から隠れるがね、厄介。うん、まあ青鬼が目の前にいる時にロッカーに隠れればいいんですが、その、地味にね、目の前に青鬼が来て、そこにうまくロッカーがある、あったとしても、そのロッカー対決っていうかね、その結構ロッカーに入った瞬間、他の人が、にまたすぐそのロッカー入ってきて青鬼にやられるっていうパターン、それだとなんか逃げれないのかな、わかんないけど、カウントされない時もあるので意外とめんどくさいんですけど、まあ時間かければいけるかなと思います。だからあえて、なんだろう、そのトラさん大好きいますね、ありがとうございます。なんだろう、そのロッカーに入って、で青鬼からがいなくなりました。でそっからもう一回また出て、青に追いかけてもう一回逃げるっていう方法で稼げるのかなと。で、まあ、多分、青にから逃げるっていうことは、ロッカーに入って、警告音が消えたらカウントされるんじゃないのかなと思うので、意外とそれが厄介なんですよね。わかんない。警告音なんだろ、要は、青にがいる前でロッカーに入ればいいだけとかかもしれない。だったら、まあ、まだ楽なんですよね。ちょっとまだちょっとこの検証してないのでちょっとやりたいんですけど、じゃなくて逃げるってことは警告音からもなんか、なんだろう、その警告音が消えるまでロッカーに入ってないといけないのかなって思うので、そうなった時にこういう感じで誘い込んで、ロッカーどこにあったっけ、ロッカーおいでおいで、ロッカーあった、ロッカーこっちにないよね、ここに、あ、ないか、このステージはロッカーは端っこにしかないかな多分。じゃあ端っこまで追いやりたいけど。それか上にロッカーあったっけ、こっちまで来てくれないな。こういう時に限って来てくれないんだよな。いつも来てくれるんだけどね。じゃあとりあえず探しましょうか。一応もちろん鍵もね、ゲットしておきたいので。よいしょ。何もない。オッケー。ここですね。これがロッカーなんですけど、ロッカー少ないん、あ、ここにもあったか。よし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 、オッケー。じゃあちょっと、青に呼びましょう。呼び込み。意外と難しい。新ステージは意外とロッカーが少ないっていうね。あれ？お兄さんどこにいる？お兄さんこちら、手のなるほ。いない。誰もおらんではないか。さっき警告音鳴ってたけど、上にいるわけでもないですね。こういう時に限ってですね。いやだ、もトラギブソンだ。ありがとうございます。さて、来ないよね。こっから来ない。いや、まずいな。ちょっと待って。ロッカー上にないんだよね、確か。あ、ここにまだあるか。ここに1個あるけど、来るか？いや、ロッカーないんだよな。で、ないとこに限って青鬼が来るんでしょ。あ、おにぎりさんが青鍵1個獲得。なるほど、ないね。え、来た。どうする、どうする、どうする。これ誘い込むか。最悪いやでもやられてまでもやるわけじゃないか。別に裏で集めればいいだけだから、そこまでしたくないな。来い、こっち来い。来ない。ロッカー入りたいんだけど、こっち来い、こっち来い、こっち来い。こっちが違う。あ、おにさん、あ、おにさん。あ、お、無視されますね。気に食いませんね。まあ、とりあえず集めておきましょうか。おにぎりさんがまあ1個ゲットしてくれてるので、僕もまあゲットしておきたいなーって思うんだけど、何もない。全て漁られていると、まあそういうもんですよ。おっと、どうするこれ下から来たら終わるで。 OK。 どうしような、追いかけられないな。いや、今回ちょっと意外と難しいかもしれないな。そう思うとロッカーが新ステージ少ない。
して一つ青カギゲットしたけど、あれが果たしておにぎりさんのなのか。お？ん？ああなるほど。別で取っちゃったのか。もう一個カギゲットできればな。そしたら、はい、ちょっと待って、動け。ワードしちゃってたね。これ多分あれですね。そのもしもうアカベロスやばい間に合わないってなった時は、ボット部屋でそのなんだろう、ロッカーっていうか青鬼から隠れるっていうのをやった方がいいかもしれないです。なんでそのボット部屋の方がいいかっていうと、まあ本当にね間に合わないなって思った時、まあでも全然別にボット部屋やるのはいいとは思うのでね。うん、僕も青鍵作業ボットでやってますし、はい。で、まあなんでボット部屋がいいかっていうと、その最近の青鬼オンラインって青鬼の AI がすごい上がって、ちょっと逆に言うと上がりすぎちゃって、そのボットを狙わなくなったんですよ。もちろん狙うんだけど、その周辺に僕がいたら間違いなく僕を優先的に狙ってくるようになったんですよね。でしかもずっと、お、一人鍵を早速ゲットしてる、そのさす、もうずっと狙い続けるみたいな、そういう感じになったので、そういう時にそのロッカーに入って、で例えば出たらまたこっちを襲ってくれるんですけど、プレイヤー部屋だとやっぱりまあいろいろそのなんだろうな、その平等、いいことなんですけどね、平等にまあなったんですよね。でなので、なんだろう、その他のプレイヤーを狙ってしまうと、僕がロッカーに入ったりとか、まあその前にさっきみたいにその追いかけてくれないっていう事態があるので、そうなった時にやっぱり結構がっつり必要に、普段狙われたくないけど必要に狙ってくれるようなボット部屋だといいのかなと思いますが、さあこれで多分狙われてるかな、狙われて、いやいや狙ってくれよ、狙ってくれよ、オンシュラン、おー、ありがとうございます。さて、ロッカー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 どこぞや、ロッカーロッカー、あらー帰っちゃった、こっちおいでこっちおいで、ロッカーどこだっけ、やっぱ新ステージ、ちょっと待って、新ステージロッカー少ないぞ、あれこれ結構今回もしかしたら難易度高い、あれちょっと待って、鬼畜じゃないかこれ、こうやってチェックしと、チェックしてこうやって探すのが一番簡単なので、ん、ロッカーないないよね、え、右か、右にロッカーある、井戸に隠れるとかそんなんでもないし、わーこれ今回難しいかもしれない、この企画やばい、ちょっと最後残しちゃってた、大丈夫かな、まあとりあえずでも、まあまだまださすがに、でも言うて2人いる、ロッカー近くないかな、ロッカー近くになれば、多分今狙われてるね、私狙われてるんですけど、ロッカーがない、マジか、あマジでロッカーない、え、あれ、あったあったあった、よしよしよし、で警告を、警告音中でいいのかな、これで、はい、どうだ、これで、これで巻いたことになってんのかな、どうなんだろう、これでカウントされてるのか、いやでも多分警告音が消えてからだよな。さあこれでもう一回来てくれ、もう一回誘い出そう、もう一回誘い出します。さあ、お兄さん、こちら、あ、来た来た、むしろ向こうから来てくれるといったところ、さあ、行っちゃ、あ、こっちおいで、こっちおいで、こっちこっち、そう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 でござるよ、そうでござる、よし、あっはっはっは、どうだね、どうだね、あ、待って、毒切りまずい、毒切りまずいです、これカウントされてんのかな、これでカウントされてたら、別に警告音が消えた後でも大丈夫っていうことでござるね。とりあえず、はい、うん、これは逃げ切れたといったところでござる。まずいまずいまずい、あぶね、よし、もういい、よし、いやどうなんだろう、まだもうちょっと本当はやりたいけど仕方ない、ここはちょっと勇気の絶対といったところ、そしてロッカーが少ない、まずい、どうするどうするどうする、よく考えろ、お金は大事だぞ。ガスマスクこう、待って、ロッカー一つしかない、まあ2階にあるんだろうけど、それにしても難しいぞ。2階行ってみます、多分もう毒切りいっぱいでだよね、毒切りいっぱい、夢いっぱい、お邪魔しまんだろ、ほら、待って待って、どうする、ロッカーあれ左になかったっけ、左端、さっき右端にあったってことは左端にあるんじゃないか、来い来い来い、こっち来い、こっち来い、こっち来い、ぐるぐる、いやーでも毒切りいっぱいだ、どうする、どうしたもんかな、いやもう今回も青逃げやるか、もうとりあえずある程度回数は稼げたので4回だったよね、確か僕もう4回やってたので、それでどんだけ増えるか、ロッカーに入るだけでいいんだったらか、簡単なんだけど、どうしたもんか、どうしたもんか、なるほど、まあまあまあ、ここは引きつけれるからいいとして、まあ最終地点下でしょうね、おそらく下だと思うので、
もガスマスク欲しい。ガスマスク取れるまで粘ります。ガスマスクあれば勝ち。いや、まずいか、いくか、いくか、いや、まだ狙われてない、まだ狙われてないし。ここでガスマスク、ガスマスク、ガスマスク、うん、あ、いやでも、あっ、マジか、危ない、ちょっと、いや、消えた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 んだけど、待って、待って、それはダメ、待って、あ、終わる、はい、カップねー、怖かったでござる、危ない危ない、でもガスマスク持ってないんだよ、ガスマスク持ってないんだよなー、ちょっとここはガスマスク狙います、ごめんなさい。欲しいので、やっぱり青逃げしてこそね、実況者としてやっぱり青逃げしてこそでしょ。すいませんね、すいませんね、ちょっと待って、何秒、1秒、0、はい、あ、取られた。あ、取れた。でもガスマスクじゃない。いや、これはもう、毒切り入ってでもガスマスク取りに行きましょう。これは狙わないといけない。これは行くべき。ガスマスク取ればね、その、勝ちまでいかないけど、有利なと思うので、マジか。賭けか、これ賭けだよ、賭けだ。ガスマスク、ガスマスク、ガスマスク、絶対ガスマスク、絶対ガスマスク、ガスマスク、ねねねねね、終わった、これは終わった。いや、諦めるな、諦めるな、ここで、諦めるな、うわー。はい、ということで、なんとか終わりました。結構ね、思ったよりちょっと時間かかる。まあ、とんでもなくかかるってわけじゃないんですけど、その新ステージがロッカーが少なくて、であとあれですね、皆さん朗報といったらあれなんですけど、そのなんだろう、ロッカー入って青鬼が多分警告音が鳴っている時にロッカーに入って出れ、入って出る、入って出るするだけで良さそうです。だから入って青鬼がいなくなって警告音が消えてから出る必要はなさそうなので、なのでまあそんなまだその簡単に作ってくださったのかなっていう感じですね。ということで、じゃあ受け取りましょう。とりあえずすべて、やりましたので、早く歩く、そして宝箱開けず、ロッカー使わず青逃げ、これは多分全部プレイヤー部屋でやりました。さあ、そして青鬼から隠れる、そして青銭ガチャを回す、そして赤ベロスを入手しました。いやー、よかった。今回、ベロが出てますね。でも個人的には青ベロスの方が好きかな。首輪がついてるので個人的にすごい好き。そしていよいよまあ皆さん知らない方のためにね、こちらですね、ケロベロスこれに揃えろ。はい、まあこれが元々だったんですけど、多分1ヶ月ぐらい前にね、出てたんですけど、最初の、クロベロスチャレンジは6月28日、1ヶ月前ですね。はい、ベロスシリーズを全て所持してないと、ケロベロス降臨に挑戦できないと。コンプリートして地獄の番犬、ケロベロス降臨に備えよう。いよいよだ。ラストだ。次、多分ね、ケロベロスはさすがにね、オリジナルのキャラクターだと思うんですよね。さすがにこのワンちゃん3体ってわけじゃないし、まず降臨だからスキンじゃないと思うんですよ。だから青鬼みたいな感じでさすがに動くと思うので、まあ、かなり楽しみにしていきたいと思います。多分10日間だったっけ、確かなんか10日間ぐらいだった気がするので、いや楽しみだ。ということで、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。